リングシュトラーセ建設時のウィーン・リングシュトラーセ、または、リング通りは、オーストリアのウィーン市の中心部にあり、スタッド・ゼントルムから数えて、最初の環状道路である。リングは、都市計画において、都市の中心を環状に囲む道路や構築物を言う。ウィーンのリングシュトラーセは1857年に、放棄された死壁と堀の跡である。城壁の取り払われたウィーン19世紀。 中世から近世にかけての自治都市が、死壁によって、都市の自由を守る時代は、すでに終わりを告げていた。死壁の上は、ウィーン市民の散歩道となっており、死壁外の空き地も緑化が進んで市民の憩いの場となりつつあった。すでに死壁の必要性は失われており、パリでは1850年代より、ジョルジュ・オスマンのもとで大規模な都市改造が行われて、 近代都市へと脱皮し、フランスとその指導者、ナポレオン三世の意向をヨーロッパ中に示していた。こうした中、ウィーンもかつての私壁を撤去し、近代都市へと生まれ変わることで、オーストリア帝国の意向を示すとともに工業化に伴う人口集中に対応する必要があったのである。また、鉄道網を整備する上でも、私壁のせいで線路を 市の中心部まで付設できないでいた。また、ハプスブルク君主国支配層にとっても、19世紀の時点では、城壁は支配の維持の上で無力なものとなっていた。逆に1848年革命では、城壁が革命派にバリケードとして利用され、鎮圧に手間取るなど、むしろ弊害ともなった。1858年より、かつてオスマン帝国による、 包囲戦に耐えた私壁の取り壊しが始まった。同年、オーストリア国家の主導で都市計画の公募が開始され、年末には全応募案がウィーン市民に公開された。この際、ウィーン氏の介入はできる限り排除され、主導権は常に国家が握っていた。私壁の取り壊しは、かつて皇帝にすら反旗を掲げたウィーンの自治が崩されていく象徴でもあった。その点で、 リング・シュトラーセの建設とそれに伴う都市改造計画は国家に対して自律的であった市民が徐々に国民として組み込まれていく過程でもあった。当時のウィーン市長ヨハン・カスパール・ダイラーもこうした国家主導の都市改造に不満を表明している。また、リング・シュトラーセはボート鎮圧、市中心部防備のため軍隊が出動。 展開する軍用道路という目的も有していたとされる。1859年のイタリア統一戦争の敗北及び1866年の広島戦争の敗北は、オーストリアの軍事的な国威発揚の限界を示すと、共に民族主義に基づく国家統一の嵐が吹き荒れる中で、複合民族国家オーストリア帝国の存在意義を厳しく揺さぶるものであった。 したがって、排他的な民族主義と対峙するコスモポリタン的な近代都市として、ウィーンを完成させることは、自らの帝国理念、そして帝国の存在意義を内外に知らしめるためにも、必要不可欠であった。19世紀後半になると、戦争の英雄に代わって、ウィーンで活躍した芸術家の銅像が、盛んに建てられるようになる。このことも、 当時のウィーンが置かれていた状況を象徴していると言える。ドイツから締め出された形となったオーストリアは、1867年のアウスグライヒによってやむなく、マジャール人の自治を認めて、オーストリア・ハンガリー二重帝国が成立した。リンク1.5のブルク劇場ここにおいてオーストリアは、排他的なナショナリズムを掲げることができず、むしろ多民族共生。 多文化共存の方針を打ち出さざるを得なくなった。首都ウィーンには将軍たちや支配層の英雄に代わって文人や芸術家たちの銅像が建てられ、リング・シュトラーセの沿線にはウィーン宮廷歌劇場をはじめとして、ウィーン市庁舎、帝国議会、証券取引所、ウィーン大学、美術館、自然史博物館などの博物館、ブルク劇場、 ウィーン楽友協会などの公共建造物、そして裕福なブルジョワたちの数多くの豪華な建物が相次いで建設され、1873年には予想を新たにしたウィーンにおいて万国博覧会が開催された。なお、岩倉施設団もこの博覧会を見学しており、久米国武は米欧会覧実記にその記録を残している。ヘレニズム様式、ゴシック様式、 ネオ・バロック様式、有限ト様式、さらにそれ自体折衷主義に基づくウィーン、宮廷下劇場など、歴史上の様々な建築様式が時空を超えて、一堂に会する歴史主義建築を象徴する都市計画に基づいているが、当時はその中途半端な文化的妥協や各様式の混在ぶりが国評されることも多かった。しかし多様性と折衷性に満ちた一元の建築群は、 20世紀末、ポストモダニズム市長の登場以降、再評価の機運も高まっている。ありがとうございます。